見える開花メルマガ。こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。今日はですね、このお母さんのせいでってこう子供から言われると、いったところ本当にこう足引っ張られる思いがすると思うんですが、こんだけママはね、やってあげてるのにとか、やってるのを尽くしてるのと思うんですが、そのところのエネルギーですね、そこが本当にこう親子関係がするすると楽になる周波数帯ってあるのかなと。 いうところ、ご質問いただきました。では、画面の共有に入ります。娘から、お母さんのせいでとこ言われてしまうというところですね。これ本当つらいと思います。えー、ご質問いただきました、イ、e、さんからですね。いつも YouTube 楽しみに拝見させていただいてます。毎日ためになる内容,を内容を無料で感謝しかありません。こちらこそありがとうございます。質問です。主人や友人ともうまくいっているのですが、実の娘とだけどうしてもうまくいきません。と で幼い頃から娘のためにいろいろと手作りでやってきたのですが、彼女の口から出てくるのは、お母さんのせいだという言葉ばかりと、でくあえー、イーサン自身がですね感謝業、自分褒めとか、私自身がやりたいことをやっていると思うのですがと、時々すべて投げ出したくなるようで、ですねなかなか高みに行けないと、こんな状況でもう、ルスルと状況が変わるのでしょうかというところです。 で、い、e、さんからですね、この娘さんにどん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 いろいろと尽くしているのに、娘さんからはお母さんのせいでって言われること、本当にこう辛いことだと思います。で、すべてを、ね、投げ足したくなるっていう気持ちも本当にこう分かります。で、いい方向を感謝業したりですね、やっているのになかなかこういい方向に上がれないと。どうしようというところですね。で、他の方との関係がいいのに、たった一人でも、 なんか辛く当たってくる人がいると、すごくこう、足引っ張られる、エネルギー奪われるような感覚があるかと思うんですけども、その気持ちも本当にこうよくわかります。で、するするとほぐれていく周波数帯ってあるのだろうかというところで、またパラレルワールドの確認に入っていきます。パラレルワールドの考え方、すべて周波数帯で用意されているというところですね。 プリンストン大学のヒューエベルト博士がですね、量子的学でいうと多世界解釈っていう言葉になってるんですけども、量子もつれによって関係し合った、相関し合ったたくさんの世界をですね、持っています。波動関数で書かれています。でそれらの世界同士はお互いに干渉できないまま常に並んでいますよ。で <laughs> 観測者の一つの世界の主観では、それと相関した世界のみが観測可能な世界であって、相関していない他の世界は観測できないと。 えー、ずるずるとお母のせいでせいでっていう人のですね、主観では、それと関係した世界、せいでという世界しか見ることができなくて、ありがとうが見えないということです。で逆にこう、ありがとうとおかげさまでっていう、えー、世界のせ主観では、それと関係し合った世界、おかげさまでって世界だけ見ることができて、関係していないせいでの世界を見ることができないということなんですね。で、パラレルワールド、私たちの 出している周波数、フォトンがですね、やだなっていうヘルツとか、せいでっていうヘルツとか、嬉しいっていうヘルツとか、ありがとうおかげさまでっていう周波数帯があって、で、やだなヘルツにいると、今も昨日も明日もずっとこうやだな周波数帯もうテレビの周波数帯と同じですね。で、ありがとうおかげさまでっていう周波数帯にいると、昨日も一昨日も明日も明後日もずっとその周波数帯になりますと。 現象によって嫌だなを見た瞬間にボーンって落ちて、ありがとうを見た瞬間にボーンってこう上がってっていう方が多いんですが、実は自分発信をいつもありがとう側にしていれば、このとかおかげさまでっていう周波数にしていれば、その周波数でいくとで。自分の中にせいでっていう周波数を持っていれば、そこにボーンって落ちた瞬間に現象がこうせいで,で、やりとりが返ってくると。そんなようなイメージです。じゃあね、この娘さんからはですね、お母さんのせいでって。 いう言葉が来たり、もうわがままでですね、こう娘さんが自分勝手でいるとっていう周波数がバイオフォトンによって、こう私それやってるのかというところあるかと思うんで、これは私、村松自身も同じです。そのところですね。で、ご自身の中でですね、お母さんのせいで自分が親に対してですね、自分私が親に対して、私が父に対して、母に対して、 せいでっていうのがなかったかなとか、親のせいでが子どもの頃になかったかなとか、あとは日常を生きていて、つい会社のせいとか、もう天気のせいでとか、コロナのせいでとかっていう風に、せいでにしていることないかなというところですね。そのところの周波数フォトンが一粒でもこう飛び出ていれば、その周波数帯を作っているので、瞬間瞬間、せいでがなんか帰ってきたら、 その現象が、あ、私が何か飛ばしてるなということを教えてくれてるというところです。もし、娘さんからですね、私自身にどういう言葉がけをしてもらいたいかな、どういうふうに言ってもらったら嬉しいかなっていうことを感じてみていただければ、例えば、お母さんご飯ありがとうとかですね、お母さんも大変だったよねっていうふうに、こういうやり取りができる。 世界。本当にこう、落ち着くというか。で、自分が一生懸命お母さんが娘に対してやった行為が報われる感じがするかと思います。そのお互いにありがとうとかねぎらうとか、感謝を響かせるっていう周波数体、パラレルワールドを自分から作るですね。で、それを自分からフォトンを響かせていく。言葉以上に響きを響かせていく。 でさらには、ご自身からじご自身の親御さんで、お母さんに対してですね、ごはんありがとうね、お母さんも大変だったよねっていう、にぎらいを響かせていくということです。それを娘さんから欲しければ、ご自身が親御、お母さんにですね、そのまた上のお母さんににぎらいとか感謝を響かす。もし仮にですね、 あの、もうすでに亡くなられていてもですね、お仏壇とか、今この居場所、いる、自分がいる場所で、その響きをお母さん、お父さんを思ってですね、そのもう響かせていくと周波数なので、それで響いていきます。なので、まとめていくとですね、出来事は周波数の結果です。まずは自分自身をねぎらうと。で、自分自身に感謝を響かせると。で、さらには自分の親御さんとか、 社長さんとかですね、えー、部長さんとかお世話になった方にもですね、ねぎらいとか感謝を響かせると、親だから当たり前、社長だから当たり前ではなくてですね、感謝を響かせる。その感謝の周波数帯がですね、するすると進んでいく世界になっています。なので、ぜひ、ご自身が何か周りからきついね言葉を言われ,言われていた,といたら、親だから当たり前でしょうか、母さんだからうのは当たり前でしょうと思ったら、自分がその周波数持ってないかなと。 自分が親に対して、親だから当たり前でしょって持ってないかなと。で、えー、子供から欲しい言葉を自分が響かせていくと。お父さんありがとね、お母さんありがとねとで。お母さんのおかげでっていう。 ことあとはですね、ほんのねぎらいを響かせていく。お父さんお母さん、ほんと大変だったね、ありがとねっていうところのねぎらいを響かせていくことによって、そのパラレルワールドに入るので、そこがスル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 と現象がうまくいく周波数帯です。ぜひ、そういうふうにですね、響きを大切にしていっていただければと思います。関連動画はですね、こちらにつけさせていただきます。よかったらチャンネル登録はこちらとなっております。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。